女のいい肌。こんばんは、歌ハク様。こんばんは、ありがとう。ハク様こんばんは。ねハク様さ、3日ぐらい遅延していい？届けるのこんばんはな、ペコちゃん。あ、エラチさんこんばんはな、ありがとうございます。こんばんはな。んーと、ハルニャン聞いてた。よくわかったね。そうなの、あのハルニャンのあの UR ルームの URL ファンルームに載せようと思ってコピーするときにアンパンマン歌ってた。チラースナッチありがとう。チラーこんばんは、スナッチ。あれ今日はお休み？こんばんは、カジタケさん。こんばんは、ありがとうございます。ただいま、おいたチビちゃんおかえり、ありがとう。こんばんは、コウヒトシさん。こんばんは、ありがとうございます。みんなお種様と簡単ありがとう。あ、レックタンいる。あ、カフンテッテありがとう、ありがとう。あ、ゆむくくったんありがとうございます。のびたん、さっきさ、あれじゃあ目に入ってきたんだけど、なんかすごい、あおいたんこんなの勉強してたんだよ、すごくない？あおいたんすごい。なこだ、ほいほい、ありがとう。ほいほい、こんばんは、ありがとうございます。ほいほい、今日休みやけど明日は仕事は、ゴールデンウィークとはだね。なんかなんかなんとか宣言5月末までみたいなニュースで出てたけど、こんばんは、いたん。あ、ほふにゃー、こんばんは。あ、鼻水ふきふき、いいよ、ふいてふきふき。おはよう、なぎぱい、ありがとう。こんばんは、んこそば、そしさん。よーいたん、ぬひひぬひひ、にっこにっこ。あいたん、おいしい。実はこちらをゲットしました。実は、いやこれさ、でも先月さ、あのマンスリーギフトでさ、桜と三色団子あったじゃん。あったじゃん。今ゲットした。24時間ぶりのご飯欲しかった、カレー。うわー、ね、よかった。あおちゃん団子食べるよ。りほちゃんどうぞ団子。こんばんは、配信頑張ってください。 ありがとう、りょうぴーん。こんばんは、ありがとう、来てくれて。団子どうぞ。今からしろ、わしはデュオっていう英単語集を愛用して。デュオ、デュオ、渋谷デュオ、え、デュオか分かんない。なんか葵ちゃんたちのなんか学校とか英語の先生はとりあえず単語はこれにしろみたいな感じだった。あー、ありがとう、りほちゃん。そう、実は何も言わずにもらったら出そうと思って。実はね、これね、かしわ餅もセットなんだよ。あー、イエーイ、和菓子イエーイ。ありがとう、りほちゃん、かしわ餅どうぞ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。こんばんは、はるこたん。やすいにゃん、こんばんは、ありがとう、ありがとう。こんばんは。寝りゃいいのに寝ません。今日が終わったら、今日が終わったらちょっと寝るよ。ご自由完了しました、ありがとう。漢字たけさん、こんばんは、カウントありがとう。かしわ餅でいい、かしわ餅あるだな。本当の団子、そうそう、これ本当の団子だから今日しかない。あ、ありがとう、やすいにゃん。バラありがとう、バラより青いは美しい、ありがとう。笑ってるリフちゃん。セットなの、セット。これなんかね、なんでさ、桜餅の葉っぱ美味しいのに柏餅の葉っぱって硬いの？美味しくない。おこんばんは、あ、ぶっちさん、おこんばんは、ありがとう、来てくれて。団子柏餅、よし食べるか。え、自撮りとかしなくていいかな。なんか最初ちょっとスクショしといて、じゃあ食べる前にちょっとスクショしといて。柏餅と三色団子の青いたん。いえ、そんな暇ねえよ、タレ投げてんだよこっちは、50カットしてるんだよって声が聞こえる。あーな、三色団子って食べたことないかもしれない。中にあんこ入ってないのこれ。50カートお届け。あ、ありがとう、ヒットさん、ありがとうございます。ファンルームに、なんかルームの URL 載ってる、ぜひ皆さん、なんだ、お手が空いた時にですね、今日のね21時59分でね、終わりのイベントに参加してる七葉がいるんですよ、春菜七葉。そうで、なんか
結構ねさあなんかあっても詰められたりして2位の人もねずっと配信してるからね、そうもしよければ50カウントだけでもしていってね。ほら、かしわ餅の葉っぱは食べない。あ、普通食べない。なんかそう、前ね、なんか給食でかしわ餅が出て子供の日の時、なんか食べなきゃいけないと思って食べたらまずかった。心の声よくわかったでしょー。わかっちゃった。は。ありがとうみんな。あ、ミルククッキーさんのこんばんは。わかってんなら、うわー、ごめんねー。かぐなー、食べ物の匂い嗅いじゃう人。さっきまで投げてたよ。ありがとうよ、ハク様。だいぶ詰められた。いやーね、やばいよね。そう、いやー怖いよね。いやー怖いよね。そう、でも応援しています。る桜餅は桜の葉っぱの塩漬けだな。あーそうだ、なんかあの道明寺とか、そう葉っぱあってこそじゃないあれはって思うね。あいたん、柏の葉をディスるとは我許さず。うわー、別に柏、柏、え、なんで柏はディスってないよ。柏の葉をちょっと言っただけで、柏はいいと思うよね。えちょっとあかん、星集めてて捨てたね忘れたとか言う。いいよ、いいんだよ、いいんだ。まあなんかほんとね、そうなんていうの、ゆるやかだけど葵たんはさ今さそうなんていうの、ガチイベってさ、でも葵たんも自分でガチイベもっと前やってた時にそうひっくり返すとほどじゃないけど、まあなんていうの、上の人を抜かしたこともあるし、まあ、逆に抜かされたこともあるから、そうみんな一緒だ。タンありがとう、とちらさんご自愛タン完了ありがとうございます。ぜひ皆さん、初めましての方いたらありがとうございます。あ、三色団子に乗ってる人いる。ただいまですね、こちら本日最終日です。ハイクオリティのあなたのオリジナル切り抜きステッカーが作れるイベントに参加しております。今日のね、日付変わるまで23時59分までです。でこの配信が、終わったらもう最後あと23時からラスト1時間になりますので、ぜひおたねさまが10カウントお願いします。ペコリンちゃんみんなありがとう。50カウント50カウントと部屋の片付け、もう疲れた、やりたくない。お片付けしてるの、えらいね、えらい、お疲れ様。ありがとう、ほいほい、コバありがとう。お菓子につけたきび団子一つ青いにくださいな、ありがとう。コバいっぱいありがとう。これでアイスが買えるぞ、わーい。ありがとう。帰宅したけど警察に送られてしまった、大丈夫かい。こんばんは、おけちゃんこんばんは、ありがとう、ありがとう。青パンマンです。愛と勇気だけがお友達の青パンマン。勇気ってさ英語でなんて言うんだろう、調べるわ。やったな、この勇気ダメだ、これローマ字からしか調べられないやつ。感情を伝える動詞かん、全然わかん、全然わかんない。全然こんなん覚えてない。セレブレイト祝う、あーわかる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 。ウィッシュ望む祈る願う、あわかる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 。感情に働きかけるアメイズ、アメイジング、アメイズド、うわーこういうの嫌いだ。ご自愛親の春子たん好き好き終了、ありがとう。小判ありがとう、春子たんありがとうございます。関東もありがとう。ブレイブ勇気、勇気パリソおじいちゃんすごい、英語話せるすごい。ブレイブか、ブレイブストーリーみたいな歌なかったっけ、辛いときてれれれいいのにな。残念ながら柏に柏の葉という地名は、そうなの、しかもふるさとはそう、やはりふるさと、怒ってる、どうしよう怒ってる、どうしよう、ごめんちょっと団子あげるから許してよ。断捨離しまくってるよ、過去の思い出をたくさん切り捨てた。ちょっと何、闇深いよ、やめてよ、ちょっとあいた忘れないで。ブレイブ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 は勇気だって、愛はラブ、ラブユー。ばんは英語の時間、松美さんこんばんは。そうなんか出てきたのデータベース4500、
英単語熟語。なんかあおちゃん大学の受験で英語の論文を読むやつがあったんですよ。英語の論文を読んで自分で小論文を書くっていうやつがあって、大学の受験の時にね。でなんかめっちゃ英語勉強してたんですよ。そうプロジェクト企画、いやわかるよこんなのは。何これ、エンベロープ封筒、全然わかんないねえ。なんかさあるこういうさ、なんていうのこのさ左の方のさ、これなんか例文とかさ面白いのたまにあるよね。うう悲しい。ザオデデプライブドディーズチルドレンオブアーノーマルホームライフ、その戦争がこの子供たちから普通の家庭生活を奪った。だってその曲カラオケで歌う。嘘、あいつは好きだよ、歌詞わかんないけど。そう誰、アクアタイムさん。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げない、立ち向かって。やっと三色団子見つけてきた。どれどれ、三色全然、三色ど、あ、ほんとだ、ちっちゃすぎて見えなかった三色団子。休憩していたに通行人勝手に交番に駆け込み。あら大変だわね。自分で小籠包を作る？自分で小籠包難しそう。あいたの名前では生き残って安心してくだされ、ありがとう。教科書とかテスト全部捨てたけど、英語辞典とフランスの洋菓子辞典は取っといた。あー、フランスの洋菓子辞典ってすごいね、なんかおしゃれ、読めないわ絶対。あおいたのモテる団子が食べたい、全部日本語やん。あー団子、団子 Eat me、人見は私を食べてくる。イートン、レッツイートン。あー、うん、イベント最終日ですよ。あ、そう、あとなんだっけ、なんかもうやばい、これはちょっとそうそう気をつけない、食べ物ばっかりになる。なんかね買ってきてくれたやつがあるね、母親がさっき。これちょっといや最終枠で出そう。あおいたんなんて食べたくない、嘘だろ、美味しいよ。あおいたんこんばんは、セミコース、ありがとう。ひろきさん、団子程度でわしの怒りが収まるとでも思ってあるのか。思ってる。英語で自己紹介したか。 I am 青いナンバー、 My name is 青いナンバー、団子くれ。日本語じゃんね、日本語日本語。ホイホイ、あ、ケイさんホイホイありがとう。いやホイホイの方が早いんだよな、ホイホイが。アクアタイムでも解散しちゃったら、ライブ2回見に行ったら好きなバンド、解散したんだ。結構さドラマとかの曲とかも多かったよね。なんだっけ、その辛いと聞いてレレレレっていうのと、あとなんだっけな、なんか好きな曲あったんだよ、なんだっけ、塩コショウで美味しくいただきたい。団子ですか、団子、嘘だろ。I want to 砂糖は団子、あ、砂糖いいとだった。団子、私は団子食べたいの、リホちゃん、嘘、団子だ、どうぞ、ちょっと食べかけ感すごい、あーん、甘い、甘すぎる団子。ケイさんありがとう。いいよね和菓子。ありがとう、ハートありがとう、ラブユーチューありがとう。甘い、甘すぎる三色団子。甘くない、甘くない。英語打てる分でも日本語で打ちたくなる不思議。いいんだよ、日本人なんだから。
みたらじみたらじ団子、三色団子、どっちが好き、どっちもかしら、砂糖のののいいといいといいと、葵を食べていいのか、団子団子三兄弟、葵ちゃんはね、葵ちゃんは食べるの、大丈夫だよ、ああ大丈夫だよ見上げ、それね、なんか踊った葵ちゃんバトン持って、小学生ぐらいの時に、いや食べたいわけじゃないけど言ってみた、あれあげるのに、今日食べたお好み焼きよりうまいものをくれたらいいです、うわーもうないよ、うわこれあげるよ柏夕飯買ってないから5分後に買ってくる、ご飯ねみんな食べ、なんかご飯系の例文ないのかな、ご飯びっくりさせた、びっくりさせたでしょ、目撃者、僕たちは目撃者、なんかないかな、グリーンさんは細かいところ、なんかさイートで調べれば良いんじゃない、イートってさイーから始まるよね、 ABCDESGHIJK でででー、あれ ABCDE がないぞ、あった E、イートなんて簡単な文字はないのかもしれない、この中に、嘘だろ、イート出してよ、イートがない、イートがないよ、JK JK は略語やん、ただの、あ水分かい、水分も取ろう、目撃者こ、いやー青いタモなのよ本当に、いやなかなか前田敦子さんが卒業した時はそんななんかあんまり遠くに行っちゃダメで、うちそうで、でもその卒業公演とかそこら辺は申し込んだけど全部外れた、だから卒業公演の日は秋葉原に行った、なんかないかな、悲しい、これ悲しいのかな、悲しくないけど、なんていうの、なんかちょっとって思っちゃうのが、メニーオブザメイルズインディスビレッジアーアンマリット、この村の多くの男性が未婚だイートは簡単すぎて、そう乗ってなかった、イート、カレー作った、これから4日くらいカレー攻め、いっぱいカレー食べれるじゃん、カレーね、なんかカレーは最初普通に食べて最後の方カレードリアにして食べるのが好き、アカータイムとのライブ DVD 一瞬だけ映るんだ俺、すごいじゃん、すごい、やっちゃんの、あなたはポップスター一人じめはできない、なんかあっちゃんのもないかな、ここないな、いやここないな、ありがとう、ほいほい、フラスキーありがとう、でて夢の中で私だけのために、おいーありがとう、フロスキーどうぞ、ほいほい、フロスキーありがとう、ありがとう、この風呂敷を持って団子を買いに行くんだ、例文未婚ですが何かごめんなさいいいんだよ、いいんだよ、何未婚の何が悪いと言うんだよ、どうも種集めに、来ましたんご、伊助さん、はじめまして、ありがとう、投げじゃなくて集めなの、ありがとう、葵たんこと南波葵でございます、ぜひ右上のハートピンクにしてね、とよかったらイベント最終日なので50カウントだけでもしていただけると嬉しいです、ピコリンちゃん、ABCDEFGHILVVVVV 次の文を惑星は I'm fired、 私は燃えている、うわーファイヤー絶対違う気がする、私は怒ってるとかそういうことね、やだ、うん、あいたらずっとずっとそばにいたいよ、いやずっとずっとね好きだよね、そうなんだっけ、そういいというか、なんか
あのいいよね、ああいう曲ってなんかいいよね、ライブとかで。風呂敷の中身は牛丼で、嘘だろ、牛丼だと食べたい。何分までだっけ、この配信は35分から40分ぐらいまでですでございます。ちょっと例文探すわ、あと面白いの。なんかないかな。いつも誕生日はびっくりさせた。彼は、怖い、これ怖いよ。Just then I heard a cry behind me。 ちょうどその時、私の背後から叫び声が聞こえた。キャー。あ、なんだろうな。ダダダダーン。なんかさ、よくさ、こういう英語の例文でさ、サムとかよく出てくるよね、名前サム。あとジョージあるわな、ジョージも出てくるわよく。なんあんま難しいな。なんかさ、あんまよくわかんないわ、こうなんか例文だって。I was disappointed to learn she is not what she used to be。 彼女が以前の彼女ではないと知って、私はがっかりした。どういうこと？Kさん、柏餅ありがとう。 Kさん、どうぞ。柏餅ありがとうね。私は燃えているって、どこに。松岡修造さん、うわ、今どこにいるのかな。日本だよね。自粛って言葉の通り家の中にいるのかな。私は燃えてる、それ教室中が大爆笑で包まれた女子の回答と。最高、そんまんまだって。ファイヤー、ファイヤー、こんばんは。バックトゥザフューチャー見てばっかり、アイムファイヤード。あ、プーちゃんこんばんは。見てない、バックトゥザフューター。いや、マジで腰痛い、片付けしてて仕事しすぎた。でもそう、なんか片付けとかお掃除ってなんかカロリー消費するらしいよ、おりさん。うんだ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 ぶさんくん、あー、空はこんなに青い。さっきでかいチーズインハンバーグ作って食べた。待って、チーズインハンバーグか。家で作るという発想がなかった。作ろう今度。だから例文や。こんな例文しかないんだけど。23区があるとき、アバターありがとう。本に挟まっている付箋が真面目さを語って、いや、真面目だから。いつまでも真面目だよ。真面目。なんかいっぱい、なんかね、よくわかんない紙とかなんかいっぱい挟まってたりするんだけどさ。あいたんって真面目だなぁ、そう。例文が独特だな。こういう例文しかない、なんか。例文、闇しかない。うわー、光が見たい。世界進出を狙ってるんですよ。ワールドツアーですか。うわーい、世界に行くぞ。柳田祐希選手知ってますか。タカピーさん、はじめまして、来てくれてありがとう。ホップステップスマイル、みんなで作ろう。笑顔のは、あおいたんこと、ナンバーあおいです。これちょっと存じ上げないんですけど、どういう方なんでしょう。12達成になったら、なんかあんのか。ステッカーがもらえます。文脈がないと分かりにくいけど、アイムファイヤード。おこ、激おこぷんぷんもある。ほら、クビになった。あ、クビになったんだ、アイムファイヤード。うわー、かわいい。かわいそう、俺燃えた、かわいそう。うちも真面目。うちも真面目で、なんか大きい口開けてケーキ食べようとしてるけど。真面目がゆえに、アイランが真面目がゆえに、何が言いたいの、タコさん。真面目な人は真面目を自称しない罠。そうなんですよ。真面目な人は自分のこと真面目って言わないし、そう、なんだ、大人な人は自分のことを大人って言わない。ミスドジャパンになったら英語必要だな。うわー、ミスドジャパン。ミスジャパンね、語学力で必要ないわけじゃないけど、関係ないからね、審査にね、一応。柳田祐希さんはプロ野球選手で超有名。そうなの？野球詳しくなかった。あ、スナッチありがとう、ハート。ありがとう、ラブユー、チュッ。ありがとう。ありがとう。団子もどうぞ。ポコポコチ。ポコポコチは今日やりません。
どうしたの、なんか表情筋なくなってるよ、りほちゃん。葵ちゃん、あ、よしのりさん、こんばんは、おかえりなさい。自分で言わないならうちら不真面目だね不真面目。でも大丈夫だよ、大丈夫だって。なんか全然真面目な部類だと思うどういうこと。フル完了、ありがとう。クラゲ、クラゲってなんだ、ジェリーフィッシュだ。うわーい、ほいほい、ハート100個突破ありがとう。スナッチ、そしてだるま、ありがとう。だるま、待って、だるまってなんだ英語で。ドスコイン、このだるまが目に入らぬか、ありがとう。だるま、真面目呼んだ。うわー、真面目だー。いやでもね、ハク様はね真面目なんだよ。でも分かるの、真面目なの。なんか、なんだろう、真面目だけどだよ、真面目。真面目なんかさ、真面目と誠実って何が違うと思う？すっかり忘れておりました。こんばんは、こんばんは、エジムさん。団子で喉を詰まらせるよね、おかえり、エジムさん。誰も早く投げてよ、ありがとう。スナッチ、どすこい。憲法犬、いい思いできた？うん、みんなと楽しい思い出ができた。ほら、不真面目っぽいでしょじゃあさ、不真面目じゃない、なんか何持ってんのこれ、何持ってんの、これはニートじゃない。ありがとう、スナッチ。四つ葉のクローバー、ありがとう、ありがとう。四つ葉のクローバーがなんか今ちょっとなんかあれだから。で、リンゴもどっか行っちゃった、なんでなんだろう、どうして。リンゴ、リンゴ、リンゴどこ行ったんだろう。ちょっとないからこれあげるね、代わりに。お星様葵たんとこが幸せになろう、ありがとう。で、かしわもち、ありがとう。すなっち、はい、かしわもちどうぞ、本物だよ。あ、そして、なに、かわいい、なに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 、すなっち試しているのか、葵たんを。ねえねえねえ、ありがとう、かわいい、葵たん、ありがとう。じゃあ待ってね。この指で初のフル感、ありがとう、ありがとう。スナッチ、お疲れ様です。あ、もーちゃん、もーちゃんずっとオムライスだわ、ありがとう。だるま、だるまってだるまなの、真面目なの、なんか嫌。いや、なんか真面目っていうか、なんか誠実よ、誠実。そうだ、真面目と誠実はどう違うのかな。そう、真面目、誠実&変態。いや、うちだいぶ真面目だと思ってる、本当に真面目、どこと比較して真面目なのか。でも、あんたもそう思うよ。でも、あ、俺も真面目。まあなんて言うんだろう、あおいたんの撮影会中に仕事の電話に出るぐらいは真面目だと思うフル完了、ありがとう。ちゃめたー、ありがとう。ありがとう、風呂敷すなち、ありがとう、ありがとう。はい、風呂敷どうぞ、ありがとう。ポコチャで、他の女が俺を呼んでる。つうちか、なんだと。でも置いたんだな、ありがとう、ゆっくりしてたよ。とりあえず最初の仮、別赤、別メディアで投げまくる。別メディア、ほんとだ、なんかなんか微妙に違う、ブーチョン。フルコンプリート、センキュー、ホフニャン、ありがとう。なんか無駄に英語をみんな使い始めるやつ。あ、アイスだ、ありがとう。ちょっと待って、ありがとう。スナッチ、ありがとう。尊い、葵たん、ありがとう。そして花束、ありがとう。花束ってなんだろう、フラワーズ、ありがとう。花束どうぞ。ゆはかてく、いってらっしゃい。俺は真面目かと誠実だよな。おーおーおーおお、え変態なのは否定。変態って英語でなんて言うの。こんばんは、春にゃるより種山椒。え、ありがとう、ビーチゴさん、ありがとう。いつもありがとう、春にゃにゃむね、応援しております。パリゾおじいちゃん、アイスありがとう。アイスは見つけたんだ、ありがとう。アイスと団子付き、ありがとう。どうぞ、パリゾおじいちゃんパリゾおじいちゃん、ぷくぷく太っちゃう、こんな甘いもの食べたら。ただいま、おいたん、ゆくどん、おかえりなさい、ありがとう。かわいらしい、ありがとう。そりゃお客様は神様ですか。すごい真面目なこと言ってる、お客様は神様。ポコチの配信、ポコチの配信明日やります。ありがとうございます、ありがとう。アブノーマル、変態、
アブノーマルっていうの、アブノ、ラジタありがとう関東、この配信はですね、あとまあ5分ちょっとで終わりになるので、あのもしよければ、お種様50関東ぜひお願いします。ピコリンちゃん、よいしょ、なんかないかな、次行こう、英語次、こう後ろの方に行こう、なんか難しい、資本、軍隊、商品、私がなくしたイヤリング、虫、そう、あいたん100均でさ、そう、ぜひ四つ葉のクローバーを100均で買おうと思ったの昨日、そう、その時にあの唯一あった四つ葉のクローバーが高齢者マークのよ、なんかあれだったからやめた。あ、バリサおじいちゃんありがとう、会社持ち、太っちゃうわ、ありがとう、どうぞピロン、ありがとう、かしわもち、これはゆっくり食べる後で、ありがとう、ごじょうとどけきゃ、ありがとうゆきどん、ピノキオの話聞いたことある、鼻が伸びるやつ、あおいたん is abnormal、 no、 そういうの、あおいたん取る、あの吐く、入れる、It's very cute! わぁ !Thank you! Thank you! Very very thank you! Very cute! とっても可愛い !Cute! どこだ、あ、四つ間の疲労で眠くなって、うわ眠、スリーピー、ごじゃおいた、ありがとうラリタ、 Thank you! アブノー、いや、アブノーだね、本当に。参考書とか全部売り払ってしまいました。なんかね、なんか何かに使うかなとかって、使わないのに取っといちゃう人なの、あいた。四つ葉のマークでたらタクシーしか乗らない、こんばんは、あ、お弁当さんこんばんは、おかえりなさい、なぜに片言、いや英語だから。お年寄りには部屋の片付けはハードや、いてて腰がいてて、餅券1日に2個食べちゃう、まずい、まずい、それはちょっと調子乗ってる、やっぱちょっと食べ過ぎかな、出遅れた、急ぐお弁当さん、あ、お弁当さんありげるよ、団子どうぞ。かしわもち、かしわもち気になる、かしわもち気になる、ダメだよ、かしわのいい匂いする、いらないお宅はすぐポイするのにね、怖い、アブノーマル、怖い、ジェムさん、みんな大事だね、いいよ、よかった、ありがとう、あー、かしわ餅の天国な、ありがとう、お弁当さん、ありがとう、どうぞ、かしわ餅プレゼントいっぱい食べて、お弁当さん、葉っぱな、ちょっとな、葉っぱ食べないんでしょ、だって、葉っぱ、ペとかしちゃいけないけど、ちょっと青いたんでは噛めなかった、それ四つ葉じゃなくて枯葉じゃんね。そんなことはダメだよ、ゆた、いや、そうだ、四つ葉ないかなと思っていろんなとこ見てたら、そう、だ、車とかに貼る高齢者マークの四つ葉しかなくて、いや、これはさすがにみんなに怒られるなと思ってやめた。調子乗ってる、調子乗らない、配信見ながらコールスローできた、すごい、コールスロー、おしゃれだな、断捨離の心、いつかは使うわ、そう、使わないね、それで結局捨てるの、そういうのが積み重なって俺の部屋みたいになるで、断捨離しまくれ、過去の思い出して、でもさ、なんかたまにあるのよ、それで思い切って捨てたら、あれ捨てちゃったよみたいなやつ、萌え、ありがとう、お弁当さん、2シュートカウント、ありがとう、立ちこまさん、ありがとうね、来てくれて、汚いとか言わないでよ、わら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 、汚くないし、やめてちょうだい、マイク、マイクもよく出てくるわ、英語の例文に、民族、レモン、アラン、有機農業は環境により優しい、牛、国会、待って、なんかこのさ、英単語難しくない、これ何、ちょっと、わ、すごい、すごいいいこと言ってるよ、これ
It's not what I have that is important. It's what I do. 重要なことは私の財産ではない。つまり私が何をするかだ。かっこいいやんけ。かっこいい。森で雨出して落ちた雨口の中に入れてまた出してその後水も口。それは汚い。それは汚い。会社の資料とか捨てると翌週に必要になったりするような。えでもさ経験談ですか。いやなんだっけ、なんかそうあるのよね、ちょいちょい。なんかあーあれ捨てちゃった、あれ取っておけばみたいな。あるおじあおいちゃんありがとう。お弁当さん、財産大事だよ。重要なことは財産じゃないんだよ、何するかだよひよこちゃん。うんうん、日常で使わない英語ばっか。本当だ。何ラン、ロシア出身の元環境の、あアランか、アランね、アラン、アラン、ロシア出身のアランさんがいるの。アランってなんかね、あの英語でかっこいいよね。ありがとうりほちゃん、こまありがとう。財産財産だ、ありがとうりほちゃんの財産だ。ペイ、あーペイしてる、ペイしてるよ。タコさん全然入ってこなかったね。このように一日まで使わないべ。アイさんこんばん、あハルパルさんこんばんは、ありがとうハルパルさん。今日でイベントが終わりです。区切る場所が変、あそうだ、メントラーさん英語話せるでしょ、だって英語バリバリでしょ。ねわかんないよ、もう過去は振り返らない、未来だけを見つめてる。あ違うわ、それ違う。あなただけ見つめてる、ててててて、て今でもずっとって歌ない。あおいた、さてかよかったな、よかったな、よかったよかった。いやね、そのみんなに会える日はおいた頑張る、会える日まで。あおいたの英語の言い方が苦手なんだなって思う。いや苦手だよ、英語苦手なのにすごい勉強したの、もう忘れちゃったけど。化石生態系、なんかこれはこれはちょっとあれじゃない。 The biggest disadvantage of my job is the long hours。 私の仕事の最大のデメリットは労働時間が長いことだね。働け。なんかね、やべえ舞台の振り込み今日までやった、急いでちょっと急いで皆さん、舞台レイブ塾ボリューム1ピースオブクラン七世のシンフォニア、築地本願寺ブディストホールでやるんですけども、カンフェティでご予約チケット購入受けたまってます。でね1週間だっけで、なんだ振り込みいただかないと自動キャンセルになっちゃうので、お早めにお願いします。振り込みクレジットとかの方は大丈夫だけど、そう振り込みの方なんかね、そうなんか演出の方から連絡が来て、あいたんまあ B チームなんですけど、A チームの2倍埋まってます、 B チーム今なので、お早めにお願いしますって。かりんちゃん、なんかな、ペー、うわペーされた、ペーちびた、英語わからんが猫語教師、本当にあいたんも猫語ちょっと話せる。懐かしい大黒さん、あー大黒摩季さん、あなただけ見つめてる大黒摩季、あーなんかたまにそういうの出てくる、青いたんもうセブン閉まってる。嘘、そうなの、20時39分でやってないの、笑ってるみたいな。俺やうわー労働時間が長いよデメリット。今日までなの、払ってない。今日までなの、今日までだっけ、今日までじゃなくないね、何のやつ、水曜じゃないね、あれ水曜から発売したよね。昭和ではなく平成5年の歌でした。ああ平成5年か、あいた意外とまだ全然昭和の歌じゃないな。ブラック企業俺の会社かな。ねやだみんな労働時間がない、それは日常で使う、うわーみんなデメリット、そんな長い英語じゃなくてブラックでいいんじゃない。まあそりゃわかりやすブラック。お弁当さんハートありがとうございます、ありがとう、ラブユーチュー、ありがとう。カウントありがとう、ハルパーさん。千秋楽だけ予約のメール来てないんだけど平気なんかな。怖い。
こう、アオイタン今回見れないからな自分で。月に1回72時間か96時間勤務あると、誰かの警備とかしてる？スナッチね。ぺっこり45度、初めて聞いた。今日までだった。今日までなの？急ごう。B チームの女神になれるよう頑張ります。初日に撮ったら、3日の23時59までだって見てきた。今日の23時59、みんな急いでコンビニ行こう。お弁当さん、ありがとう。風呂敷ありがとう、ありがとう。はい、風呂敷どうぞ。ありがとうございます。よかった、ターコさんが言ってくれなかったら、アオイタンもちょっとそこ全然気づかなかった。ありがとう、こちらアオイタン。ありがとう、はるぱるさん。明日の朝から明後日の昼まで、例文ぴったり。うわー、デメリット。ありがとう、お弁当さん。こちらこそありがとう。かしわ餅もつけるね、ペコリンちゃん。セブン行ってくるから早く終わる。はいはい、そろそろ終わりましょう。水曜に予約したら振り込み今日の23時59まで。1週間じゃないんだね、5日ぐらいなんだ。働け働け、まあ、働け。あなたとコンビニ、あなたとコンビニ、青いマート。ラジオ青いタンタンタン、ありがとうございます。はい、ということでそろそろ終わりにしようと思います。次の配信なんですけど、次の配信は、もう最後ですね。このステッカーのイベ最後になります。23時から最後23時59分までです。ぜひお種様やご時間通しに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ペコリンちゃん、あとは右上のハートが白い方、ぜひピンク色にお願いします。と、なんだ、あれですね、お友達の春菜菜葉ちゃんね。そう、22時あと1時間20分ぐらいでイベントが終わりなので、よかったら応援してあげてください。ペコリンと A チームは書いた。ちょっと待ってた、お子さん。ごい、お弁当さんありがとう。よい、スナッチありがとう。さえリホピヨありがとうピヨ。にバリスおじいちゃん、それなんだ、人魚姫なんかな。1位ホイホイありがとう。もちあ、お弁当さんありがとう。バラ、はい、バラより君は美しい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん、23時はなんかお着替えしてきますね。ということで23時にお会いしましょう。以上、アオイタンことナンバーアオイでした。また後でね。わー。